こんにちは、花屋の馬さん。メッセージをいつもありがとうございます。花屋の馬さんの動画を見るとね、本当に羨ましくなりますね、いろいろと。で、今回動画の中で私が話したのは、失敗ってどういうことかなっていうことだったんですけども、まあ、花屋の馬さんがね、感じてらっしゃることっていうのは、似てるなというところだったのかなと思います。でね、よくね、弱者は叩かれるみたいなことを私聞くんですよ。なんか弱いものを叩く人がいるみたいなね。んで、弱いものはやっぱりこう叩かれて不利なんじゃないかなとかね、落ち込んじゃうみたいなことがありますけども、別にね、強いものも叩かれるんですよ。というか、強いものの方が叩かれてますね。例えば芸能人、それからテレビに出る人、政治家、みんな叩かれてますね。強ければ強いほど目立つんで、目立てば目立つほど叩かれてますよね。私のね、知ってる人でね、何十回もね、殺人予告が来た人っているんですよ。何十回も何百回もです。日々殺してやるって言われそうなんですよ。それはね、ある宗教の指導者なんですよ。私はその宗教に20代の頃属していましてね、その宗教団体はライリアンムーブメントっていうね、巷ではセックス教団って言われてるんですけども、実際はラブ&ピースみたいなね、そんな団体で結構楽しかったんですよね。そのね、団体はね、宇宙人がやってきて人類を科学的に作ったっていうんですよ。で、そのうち宇宙人が地球に帰ってきて私たちの苦しみを全部ね、取り除いてくれると。だからそれまで頑張れみたいなね、そんな活動なんですよね。だから宇宙人と神様ってのがイコールなんだよっていう教えと、あとはね、宇宙人といえども失敗やミスはあって、宇宙人といえどもさらに高いレベルの宇宙人に作られた科学的な創造物なんだということなんですよ。だから科学っていうのが神であり、神っていうのが正義であり、科学っていうのをちゃんと使えば正しくなるし、科学を間違って使えば破滅にもつながると。でも頭が良くなってくると、特に宇宙の果てまで行くような科学力を身につけると、破壊する行為がバカバカしくてやってられないんですよ。誰かと争ってみたりとかね、自分の方が強いって誇ってみたりとか、だから宇宙人ってのはすごく意識レベルが高いから、全て目の前の人が良くなればいいのになっていう人同士で生きてるらしいんですよ。だからね、すごくいい世界らしいですよね。で、そこへ行くと、地上の人ってのは自分の方が優れている、自分の理論の方が正しいはずだということで、自己肯定感の塊と他者否定の塊と論破が流行っていると。とにかく打ち負かして言い負かすこと、誰かより優れていることでえっへんみたいなね、そんな感じで競い合ってるらしいんですけども、どんぐりの背比べみたいで気の毒だっていうふうにね、宇宙人は言ってますよね。どっちでもいいことで、そんなに張り合わなくてもいいのに、人によってはそれによって一生を左右してみたりとかね、命をやり取りしてみたりとかするんだけども、どっちでもいいこと、地上で起きてることは地球レベルで見るとどっちでもいいこと。特に人間界でね、人間が争ってることって、猿とかね、魚とかね、それこそ鳥とかから考えたらアホらしいなということらしいんですよ。そう考えていくとね、あ、そうだなと。自己肯定感って使い方を間違えると、まさにね、独裁者になってしまうなと。自分以外は全部違うみたいなね。で、自分が攻撃されたらなんか防衛本能が働いてやり返してしまうみたいなね。そう考えていくと、弱者は叩かれる、まさにその通りなんですよ。で、強者も叩かれる、まさにその通り、みんな叩かれる。じゃあ誰が叩いているのっていうと、弱いものがその弱さを攻撃に転化してるんですよね。強い人ってのはわざわざね、人をね、やっつけに行かないんですよ。どちらかというと、強い人ってのはもっともっと高いレベルで自分を鍛えようとしている、もう自分の人生に一生懸命なんで、人のあらを探している暇がないんですよね。だからできる人っていうのは、人の発信あんまり興味なくなるみたいです。自分の内側にこそ意識を向けていくそうですよね。だからどんどん孤独になっていくということらしいんですよ。で、かくいう私もですね、別にね、成功者になったりとか雲の上になったりっていうことではないんですけども、結構ね、叩かれることが多いんですよね。やっぱ発信も過激な部分がありますし、もしかしたら私のね、配慮の足りなさから、お前はね、常識知らずだとかね、お前の言ってることはめちゃくちゃだとかね、こんなことも知らんのかって言われてるみたいなんですよ。で、私もね、そういうメッセージをダイレクトにいただくことがあって、私の場合それは当然だなと思うんですよ。そういう批判っていうのは当たり前だなと思うんですよ。なぜなら私はね、隠居してるからなんですよ。隠居してるから社会の常識も分かんないし、社会で何が流行ってるのか、誰が何をやってるのか分かんないんですよ。で、何が正しいかもっと分かんないです。ですから私の答えっていうのは、すいません、物知らなくて。隠居してると本当に皆さんの気持ちとか常識が分かんなくなります。あなたが教えてくれたんで、そのご指摘お叱り本当に勉強になります、ありがとうございましたみたいな感じで折れまくりですよね。だからね、本当にね、得してます。だっていろいろ発信してれば
人が教えてくれるんですよ。それが違うぞバカ野郎と、お前は気に入らないんだとかね、あなるほど、そういう風に見えるんだなと、隠居してると嫌われるなみたいなね隠居して社会から離れても社会が私に関わってくるみたいなね、そんな感じさえあるんですよ。さあそれでね、今日はねちょっと本をね今読まさせていただいたんですよ。はい、これですね。私もね40代が終わりかけてこの本に出会いました。40代を後悔しない50のリストだから、この50のリストをしっかりとマスターすると40代がああよかったで終わるそうなんですよ。でもですね、私が深く後悔しているものがこの50のリストに入ってないんですよ。で、別の本ではですね、40代でやっておくべき100のことっていう本があったんで、それもね PDF で読んでみたんですよ。あとですね、私にとっては珍しくですけども、40代後半の人が集まる集会がありまして、そこでねZoom のライブなんですけども、そこで討議をする時間がありました。40代で後悔するものがあるとしたら何だということでね、いろんな意見が出ました。例えば結婚ができなかったとかね、それから海外旅行ができなかったとか、会社をクビになったとか、起業しようと思って結局49歳になっても未だにやってないとか、貯金の額がこれまでしかなかったとかね、政治家になりたかったけども勇気が出なかったとか、音楽をやめてしまったとかね、いろいろありました、後悔、40代の後悔っていうのが。で、私が発言する番になりまして、私もね、私の40代の後悔っていうのをちょっと話させてもらったんですけども、その時にね、多くの人がちょっとね、この胸を打たれたというか、ハッとして、その場は終わったんですよ。で、その後からね、久保さんの言うことが本当にその通りだと、そんなことすら思いつかなかったっていうふうなメッセージを、参加した40人のうち20人ぐらいの方からいただきました。で、20人ぐらいの方のうち10人の方がその場で速稼塾に入りました。これ速稼塾に入ったのが嬉しいってことじゃないんですよ。私がどんなことを40代で後悔していたかってことが、まさにねその20人の方の胸に突き刺さったそうなんですよ。で、本当に自分の人生を後悔した、後悔して反省したんで、これからもう遅いかもしれないけども、でも新しく自分の人生をやってみたいっていうふうにねおっしゃってくださったんですよ。まあその20人の方にワントゥーワン動画を皆さんに送りました。一人一人名前を呼びながらね、その人一人一人の苦しみとかシチュエーションとか背景とかを全てドラマにしながら、私は一人15分ぐらいのメッセージを送りました。20人の方にです。2人に1人が速稼塾に入りまして、で、一からまたね人生をやっていきたいということで決意を固めてくださいました。じゃあ私がね40代で後悔していることの何を私は発信したのかということなんですよ。40代で後悔したこと、それは何だということなんですけども、私は40歳になって初めてインターネットってものをビジネスに取り込んで、それからというものをねずっとアフィリエイト、転売、今は FX、 その他 SNS マーケティング、動画、 YouTube、 こういうのをやってきました。徹底的にやってきました。そのうち何が後悔なんだっていうことですよ。花屋龍馬さん、分かりますか？これは私の40代の後悔、それはですね、この40歳を過ぎてやったこの8年間の全て、これが後悔なんですよ。なんで後悔かっていうと、それを20代でなんでやってこなかったんだっていう私の後悔なんですよ。なんでここまでのことを私は20代でできなかったんだ、いやいや30代でできなかったのか、40になって今更私はそんなことをね取り組んだのかっていうことを非常に後悔してるっていうことをお話ししたんですよね。まあそうすると多くの方が、確かに40代の後悔の最大のものは、なんでこれをね20代の頃10代の頃やっていなかったんだってことだったんですよ。そうなんですよ。将来のために勉強しておこうとかね、将来のために体力を身につけておこうとか、将来のために優しい気持ちを育んでおこうとか、社会に関わっておこうとか、政治のことをもっと勉強しておこうとかね、貯金をしておこうとか、全部これは10代から始まってるツケなんですよ。10代から始まって20代になって、20代もやらなかった30代で、30代で後回しにして40代で手遅れになってると、その積み重ねがリストラだったり、自分の能力不足で新しい採用がなかったり、ローンの返済が滞っていたりとか、借金ができちゃったりとかね、恋愛や結婚でうまくいかなかったりとか、こういうこと全てにつながってるというふうに皆さんね共通の概念だったんですね。それがで、私もね本当にその気持ちわかるんですよ。私はたまたま40を過ぎてほとんどのものが取り戻せました。でも私に相談してくださった20名の方のほとんどの方がですね、親孝行ができずに親が先に死んでしまったっていうんですよ。私もそんな年代です。母親父親もうすぐ80です。平均年齢とか考えると本当に今は元気ですけども、数年後どうなるか分かりませんし、10年後は2人もいないでしょ。そう考えるとね、私は今
毎日が隠居生活、暇で金もあって暖かい地域に囲まれてですね、お嫁さんも子供もすごく懐いてるし、私の両親とも仲良くしてくれてる。それこそ毎日のように私の実家はここから100メートル先にあるんですけども、そっちの方に行ってね、楽しまして、もらってるし楽しまして、刺してどっちでもお互い様ですよね。でもうね、いろんな旅を一緒に私の両親とお嫁さんとしました。大和くんが生まれた時は大和くん込みで、旅をしました。もちろん、山奥ですけどもね、そんな観光地じゃないですよ。私たちは思い通りに生きてます。私なりにこの時間、この会話が全部親孝行なんだろうなと思いました。本当に毎日ね、起きた瞬間から家族ってものに囲まれて生きてるんですよ。で、私はたまたまこうなりました。でもほとんどの人は多分生涯かかってもこれが手に入らないんじゃないかなと思いながら、私はその20名の相談者の方とね、涙を共にしたわけなんですよ。で、私は少しは力になれるかもしれない、インターネットの活用をこの10名の方にお伝えできるかもしれない、だから腹をくくってね、命をかけるつもりでまたやっていこうと思います。ちなみにこの10名の方とは毎日動画のやり取りする約束をしてます。1人当たり5分ぐらいのやり取りですけども、私からやめることはありません。いきなり10名これが増えました。10名の方と私はワントゥーワン動画のやり取りを始めます。まずは公開限定だそうです。でも私はね、この10名の方、5分程度のやり取りですけども、1時間ぐらい、2時間ぐらいですね、撮影してアップロードすることを考えたら2時間ぐらいがこのやり取りに毎日割かれるんですけども、でも私はね、自分の仲間を、偉そうに言えば助けたような気持ちになりましたね。最後の望みがこの久保哲郎なんじゃないかなと、最後の望みが速稼塾なんじゃないかなと思うと、まさにね、もう身が引き締まる思いで、これ本当に、ね、この10名をどうにもできなかったら私ね、腹を切って詫びないといけないなと、そのぐらいの気持ちでこれからもやっていこうと思います。だからね、花龍馬さんの若さっていうのは非常に羨ましい。今なら何もかもができる、どんな人間にもなれます、諦める必要なんて全くないと、むしろね、何のあてもない無理だと思うことこそやってほしいと思います。それは可能になるからなんですよ。で、私たちはね、40代終わろうとした時にそれが分からなかった。当時、今だからこそやっと分かるんですよ。あの輝かしい20代30代前半、あの時に始めていれば何者にもなれるんですよ。本当にですよ。それこそ大統領や総理大臣にもなれますよ。テレビタレントだってなれますよ。何でもなれる。これは年齢制限がないものは全部なれます。それをね、今回のメッセージ動画としてお伝えさせていただきます。これはね、さすがに坊や鉄に坊主さんも言わなかったと思います。お前には何でもできるとは言わなかったと思います。もう坊主さんなんてのはね、自分の お引きだってね、はめるような人間ですよ。土佐犬みたいなもんですからね。博打打ちには手下と敵しかいないんですよ。相棒なんていないわけですから。ですんで、坊主さんの厳しさっていうのがまさに勝負師としての教えなのかなと思うと、これね、小説にも書いてあったんですけど、麻雀ホロキにも、敵のような味方のような関係なんですよね。で、私はある意味花屋龍馬さんがライバルであります。すごく羨ましいと思う反面、負けてたまるかって気持ちもあります。そして客観的に見ても、インターネットの世界、 YouTube の世界で競い合う部分があるんですよね。でも同時に学び合うことがありますし、惜しみなく与え合う、そんな関係でもあると思うんですよ。いや、本当に羨ましいなと思いますので、私はね、花屋龍馬さんに、本当にね、力になりたいと思いますし、力になれるような自分でいたいとこれからも思ってますね。ということで、今回の動画は全て終わりですけども、次のね、課題があるんですよ。花屋龍馬さんに、花屋龍馬さんにとって幸せとは何でしょうかっていうことなんですよね。私にとって幸せってのはイコール自由であることなんですよ。もうそれ以上の答えはないんですよ。私にとっては自由があれば私は何もいらないと思ってるんですよ。で、今自由があって何もない状態、いや、ちっても結構ありますけどもね、そんな感じです。花屋龍馬さんにとって幸せとは一体何なんでしょうか。ちょっと自分の内側を見るつもりでね、回答いただければと思います。もちろん幸せの定義、明日になったら変わっていた、当然それでも OK です。この瞬間、今感じる幸せです。考えちゃダメですよ。感じる幸せですよ。考えるとね、本当にね、どっかのテンプレートみたいなことになっちゃうんで、感じたままに、ぜひね、不器用なら不器用でもいいんで、私にお聞かせいただければ、私はそれをね、一生の財産にさせてもらいます。それでは、いってらっしゃい。